たいな。みたいなじゃないっすよ。え？なになになに？なに今の？なになんでグラス持ってんの？この番組は。今日のスポンサーでしょうな。お疲れ様。はい、ということでですね、はい、マイスクリーム講師のデスノリ様、ほんと今回もヒステリックパニックともさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでですね、多分一本目に上がってると思うんですけども、はい、ご本人の、シャウトカバー動画を、はい、まあ、リアクション兼解説していただいたと、はい、素晴らしい回の後、またこれ撮影してるんですけども、はい、今回ですね、ともさんのおすすめというか、はい、まあ、推してる動画とか、うんうん、まあ、シャウトに関する好きな動画っていうのを、はい、ちょっと超僕初見で、はい、お伺いして、はい、ちょっと一緒に見たいなって思ってるんで、はい、ちょっと皆さんもぜひ一緒に楽しんでいただければなと思っておりますので、はい、今回の動画もぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。ともさんのチャンネルも概要欄に貼っておりますので、そちらもよろしくお願いしますと。じゃあ、ちょっと早速、はい、どういう動画なんですか？タイトルとか。はい。なんか、うん、まあ、前回の動画でもちょっと、うん、はい、説明したんですけど、はい、まあ、僕結構こう、はい、シャウトの中でも、はい、やっぱ汚い声が好きなんです、はいはい、変な声、汚い声がすごい好きで、はい、まあ、中にはやっぱりこうスクリーモみたいなこう綺麗な、はい、シャウトの中でもこう、はい、エモエモい美しいエモね、聞きやすい、聞きやすいワンオクロックみたいな、ワンオクロックはい、みたいなのがあるんですけど、うん、でもその対局にあるようなもうちょっと耳障りな、うん、おうほうほう、わかりますよ、やつが好きなんですけど、で、まあいろいろこう、そういうバンドを聴いて結構育ったというか、シャウトの始めたきっかけが結構最初期にそういうのを聴き始めたんで、はい、そこに影響を受けているんですけど。ルーツですね。で、その中でもちょっと前回やったような、ちょっとこう、なんかカエルの鳴き声、ヒキガエルみたいなとか、ゲップみたいって言われる声があれだ。あるんです。もうシャウトと呼んでいいのか。叫んではないですからね。シャウトでは、でもまあ、一応大きくくくったら、シャウトなんですよね。はい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 。シャウト図鑑の最後の、ページの251匹目みたいな。ミュウ、ミュウみたいな。ミュウみたいな。結番みたいな。結番みたいな。ブラザーやらないと出ない。いらないみたいな。なるほど。なるほど。みたいな。みたいなじゃないっす。みたいな声があるんですよ。ないっす。あれないんですか？ない。幻。この世は全て幻。何これっていう声があるんですけど、それのルーツの、おぉ、そんなのあるんすか、あるんですよ、実は。それは見たいな。まあ、はいはい、広くくくると、はい、ジャンルで言うとゴアグラインドっていうジャンルがあって、はいはい、その中のゴアグラインドっていうジャンルの中で、好きなバンドがいて、はいはい、ジガイっていうバンドがいるんですよ。もうなんか、そこから始まってますね。もう終わりの始まりが。海外のバンドなんですけど、あ、へぇ、日本じゃない ?3 ピースなんですよ。はいはいはい。で、まあ、チェコの、バンドで、まあ、来日経験もあるような。はい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 。バンドなんですけど。はい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 。で、まあ、うん、このバンドが、まあ、要は、結構その、自分が使うような、こう、はい、さっきのカエルみたいな声だったりとか、うん、はい。まあ、ちょっと、いわゆる水の。おー、グロメに振ってるわけですよ。ゲボゲボ言ってる声が特殊なんですけど、ね、はい、その中で、うん、自害のレコーディング風景を収めた動画っていうのがあるんですよ。ほー、貴重な。貴重な。めちゃくちゃ貴重な。で、やっぱ、嫌な予感すんな。やっぱこの、はい、やっぱボーカリスト的に、はい、やっぱその、レックしてる時の動画ってすごく貴重というか。すごい、うん、興奮します。宝庫じゃないですか。盗めるものの宝庫っていう。袋閉じ。もうそうなんですよ。マジで。エッチなんですよ。エッチエッチ、だいぶ。見ちゃっていいの、こんなところ、みたいな。あるんですけど、うん、違う意味で、こんなとこ見せんなよ、みたいな、はい、動画なんですよ。半切れみたいな。これはね、アホです。アホ。もうこれ短いんですよ。ほんと1分ないぐらいなんですけど。よいしょ。はい、出てきましたね。これ。これですね。はい、1分ないっすね。1分ないぐらい。で、自害、うん。本当だ。ボーカルレコーディング。ブラーク。で、はい、脅威なのが、10年前に上げられて、再生数2600っていう。ニッチなんですよ。その中の100回ぐらい俺かもしれないこれがね。よう見つけたっすね。世界で2600人しか少なくとも知らない。そうなんですよ。なっけな、そのうち来た。だからこそやっぱこういう機会じゃないとなかなかこう紹介することもないという。確かに確かに。いいっすか、じゃあ。あ、ぜひぜひぜひ。なんだこれ。たまげます。たまげます？はい。え？なになになに？なに今の？え？なんでグラス持ってんの？まあまあ。まあまあまあ。まあまあ。まあまあ。もう、これはわかる。これはわからん。これ、
キモここなこれは分からん。うわうわ、いやこれは分かる、これは分かる、うん、これは分かる、ブーってやってるだけなの、ね、これは息を埋めるの、これは分かる。でもすげえなり方してんな。うわ、なんでグラス持ってるのこれ。これ何してんすかこの人。だからあの要はあの我々こうシャウトボーカリストが、はい、まあよくやるもう初歩中の初歩で、はい、こうちょっとマイクの、ね、はいはいはい、まあまあ、握り方でちょっとこう、ね、ちょっとここでちょっと入らせるじゃないけど、それをあの角配でやるみたいな。新しいんだよ。そうなんですよ。新しいし、それが角配があったかみたいな。ならんそうならんすよ。あーってならないです。いやでもこれびっくりしたんですよ。これ何これ。しかもだからここでやっぱこう共鳴させてるやつマイクで拾ってる。口でやるよって思うんですけど、そうだからもうグラスでやっちゃうってもうプロアクションリプレイなんですよ。すよね、本当にチートや。でもなんかもうえこうその音源聞いてると、はいはいはい、どうやってそれを撮ってるかなんか、まあ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 、だしひょっとしたら鳥音を加工することもできますし、はい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 、あの EQ でまあまあね、しかもできる、いくらでも増幅できますから、できるんですけど、これ俺すごいなんかもう一周回ってなんかちょっとはぁ感心しちゃって、すごいですね。あるもん使いなさいもん。そうなんですよ。精神がすごい。部屋で撮ってるし。そうなんです。めっちゃ生活感あるし。海外って結構雑なんですよ。雑だな。雑なんですよ。めっちゃ雑も自分の部屋の格配。そんなことない。一人もいない多分日本には。格配で行くんだみたいな。そういう使い方あったんだみたいな。でもここの辺がやばい。この辺。ここの次か、ここだ。これなんでルーツなんですよ。師匠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 じゃないです。画面の中のじゃないです。これなんすね。っていう、まあ、なんでこれはだいぶマニアックでした。やっぱ知ってる人も少ないと思うんですよ。やばすぎ。これはいないですよ。そうなんですね。2600再生なの。いないですよ。なーに？これはだから、なかなか今後こういう他のボーカリストを招いても多分この動画出さないと思うんですよ。絶対出てこない。絶対出てこない。じゃあ。ちなみにまだヒスパニではまだ抱え使ってないんですよ。まだ今後あり得るみたいな。使ってやろうかな。含ませないでください、今後の可能性を。まあでもこれ、だから名称も多分ないんですよ。だからグロール、ガテラル、ディスクスクイズとかあるんですけど。ありますけどね。核配しかないんですよ。なんでこの辺がやっぱ自分のスタイルの芸人。確かに。こっから、まあ、盗んでいったものもあるわけですね。そうなんですよ。うーわ、だからやっぱこう他の人とちょっと違う。そうですね、自分は多分結構ルーツが違うんですよね、うん、いやこれガテンがいきました。そうなんです、ね、トンさんのルーツがこれっていうのが、これじゃあ、はい、これ概要欄に貼っておきますか。貼らなくていいか。どうしよう、こっから爆伸びする。自我でびっくりしました。やめてください。日本からバッグがめっちゃ増えてんぞみたいな。やめてください。なんかコメント、魔法から来ましたみたいな。やめてくださいね。これきっかけで、わかるでしょ。今度このスタジオ自我来るかもしれない。核配持って。やめてほしい。本当にやめてほしいっす。ありがとうございます。いろいろね、はい、こう、広いですね。いや、広いですね。シャウトの世界は。いろいろ見た方がいいっていうのがわかりましたわ。あ、本当に。ありがとうございます。今回の動画が良かったという方、ぜひ、高評価と、あとチャンネル登録まだお済みでない方は、そちらもよろしくお願いしますと。ということで、今日もありがとうございました。ありがとうございます。はい、また次回。また次回。また面白い。また次回。それは、うまい。それはうまい。打ち上げは核配で。それ。それは間違いない。